5000万円でセミリタイヤしちゃう人いるんですけど間違いなくひどいことになります年を取ると同じ趣味で同じ経済ランクの人が減るから結構大変みたいなのがネットかどっかに書いてたらしくて実践をするって人生が幸せになる上でかなり重要なスキルだと思うんですよね えー、20代は金をインデックスファンドに突っ込んで、セミファイヤー、セミリタイアですね、を目指すのか、自分の投資に使うか、どちらが良いですか、えー、?23 歳派遣で月40万稼いでいて、海外旅行に年100万使うだけでお金に使うものがありません。給料には満足してますが、仕事にやりがいはなく単調労働フリーター扱いなので、正社員の女性と付き合いないのも辛いです。ただ、正社員になった給料が下がり、責任感を増えるのも嫌です。どうしたら良いですか定期雇用で、たった月40万で、 セミファイヤーは無理だと思う。あの、どっかでお金が足りなくなって厳しくなるので、なので、あの、少なくとも奥は貯めないと無理なので、要はその、えっ、ー、と、セミリタイヤ的なセミファイヤー的な人が、あの、俺月12、ン円ぐらいで暮らせるから、あの、年間150万円ぐらいあればなんとかなるよね、みたいなところで、なんか5000万円ぐらいをなんか2%で回せば、えっ、ー、と、250万円じゃねえな。 100万円か。だから、えっ、ー、と、2%もいるか。3%。5000万円を3%で回せば、150万だからなんとかなるよねとかで、5000万円でセミリタイヤしちゃう人いるんですけど、間違いなくひどいことになります。三パーその、3%を毎年毎年ちゃんと出せるのかっていうと、結構難しいんですよ。で、じゃあ、150万円で人は本当に暮らせるのかっていうと、結構暮らせないんですよ。まあ、例えば、たまたま出会って、うまくいっちゃって、 で、子供を産むことになりました。家族で生活することになりました。そうすると、3人分食わせなきゃいけなくて、で、子供もなんかいい学校入れた方がいいよねってなると、特にいい大学入れて、なんか一人暮らしとかさせようとすると、やっぱり1000万円ぐらい必要になるよね、みたいになっちゃってるので、もうその年間150万円じゃ絶対に成り立たないんですよ。 で、それを気づいた時に40代後半でしたってなると、就職してもいきなりコンビニのなんか店員とかレジ係ぐらいしかできなくなっちゃったと思うんですよね。ねなので、そのなんか奥貯めたんだったらまだなんとかなるかもしれないですけど、数千万円で一人暮らし攻め入りたいっていうのはあんまり幸せにはならないんじゃないかなと思います。ひろゆきさんは人はどうやったら幸せになれると思いますかあンのでいくと、そのハーバード大学が70年ぐらい研究してるのによると、あの、知り合いが多いと幸せになれるそうです。 なので、あの、壁が儲かるとかよりも、その、自分が考えてることとかを共有できる友達とか家族とか親戚とかが多い人の方が幸せを感じやすいというのが出てるようです。<laughs> なんだっけ、真鍋香織さんだったっけななんかあの、年を取ると、同じ趣味で、おま、同じ経済ランクの人が減るから結構大変みたいなのが、なんかネットかどっかに書いてたらしくて、 で、結局、その、あの、高校とか大学の友達って、あまあ、経済的には高校生、大学生ってほぼ変わんないじゃないですか。お小遣いで暮らしてるから。あの、ま、その、なんか、あの、石油王の息子とか別ね。で、そうじゃない状況で、で、まあ、あの、生活としても高校生、大学生とか一緒で、みんな仲良しってなるんですけど、 その、じゃあ、大学に行った時点で、エフランク大学とか、そう有名大学とかで、多少の差が開いて、で、就職すると、その年収500万になる人とか、年収200万になる人とかで、もう生活ランク変わっちゃうんですよね。で、じゃあ、その、真鍋さんがタレントさんなので、年収なんか数千万なのかなわかんないけど、そうすると、じゃあ、同じような生活をして、数千万円の年収があって、同じ年齢の人ってなると、やっぱり少数になるんですよ。 で、そういう人としか付き合えませんっていう人であれば、付き合う人いないから面白くないよねってなっちゃうんですよね。別に僕、あの、基本一切おごらないので、貧乏人と生活変わんないんですよね。なので別にその、年収300万円の人と僕多分生活あんまり変わらないんですよ、生活スタイルは。ただ本当に金が必要になった時は使えるんですけど。なのでその、 生活水準を、その、なんか、収入的な面で合わせた人としか仲良くなれないという概念があんまりないんですよね。なので別にそのスシローでもいいし、別にあのサイゼリアでもいいのですよ。で僕サイゼリアでもスシローでも美味しいと感じられるので、で、ね、花ナマルドでもいいんですけど。なので、その、なんか、収入レベルが同じじゃないと話が通じないというのはあんまりないですよね。で、僕頭のお菓子の人の話聞くの好きなので、ね、 なので、あの、頭がいい人と一緒に話をしたいは、頭がいい人と話をした時の面白さあるんですけど、その頭のおかしな人と話した時の面白さっていうのもあるので、その、アタオカの人と話をして、いや、アタオカ面白いわっていうのもあったりするので、なんで、その、なんか、人間の許容度っていうのがある方が、割と多くの人と話ができるので、幸せになるんじゃないかなと思いますけど え、老後にも職に困らなくなるスキル資格って何だと思いますかえっと、まずその老後っていうのが何年後か分かんないんですけど、例えばじゃあ30年後40年後だとして、で、その30年後40年後に社会がどうなってるか分からないので、その時に必要なスキルというより多分30年後40年後でも稼がなくても暮らせるぐらい稼いじゃう方が早いと思うんですよね。<laughs> で、まあ、たいその、あの、まあ、人によっては年間300万ぐらいは暮らせる人もいれば、年間1000万ぐらいかかるっていう人もいると思うんですけど、じゃあ、例えばこう、80歳で100歳まで生きて、その間一切働かないでっていうと、まあ、年金全くないんだとしたら、まあ、その年間1000万を使う人だと2億円ぐらいないと、まあ、お金足りなくなっちゃうわけですよ。で、ところがどっこい、あの、年間300万ぐらいで済む人だと、まあ、6000万円ぐらいあるんだったら、 あの、20年暮らせるよねっていう感じで、多分そのお金を稼ぐっていうのと、あとお金を使わないで暮らすっていうスキルを手に入れた方が、なんか安心できるんじゃないかなと思います。えー、僕は20代です。老後に2000万円必要らしいですが、50年後物価はどうなっていますか、うん、この質問あんまり見ないと思うんだよね。物価が上がっても給料の額が上がってたら問題ないし、物価が下がっても給料の額が下がってたら問題なので、で、ただ想像するに普通の人が働いて、 手に入る給料で買えるものの量は減ると思いますよ。つまり物価が高くなるという表現をした方がわかりやすいかな。なぜならばというと、日本の製品を買おうとする世界の人がだんだん減っていくから。あんまり言う人が少ないんですけど、実践をするって多分ね、人生が幸せになる上で、かなり重要なスキルだと思うんですよね。えっと、ま、石油とかお金が湧いてくる人だったら好きにすればいいと思うんですけど、その料理人になんか、俺はこの料理を。 食いたいとかって言えばいいと思うんですけど、パスタ作るにしても、その茹で時間を自分でコントロールして、あの、このタイミングが自分的には一番美味しいとか、あ、これ茹ですぎだよねっていう、その試行錯誤をしてうまくいくって、あの、楽しいという感情が生まれるんですよ。食事って基本美味しいのためにやってると思うんですよね。あとまあお腹が減ったおベルなんですけど、ただその、 試行錯誤の結果うまくいった完成品を完成させたという、なんかものづくりの楽しみというのがついでに得られるんですよ。で、さらにこのバランスは結構絶妙だ、みたいなので、あの楽しいも得られたりとか、あとその、ま、わざとあの二3品料理を同時にこう作ることによって、そのすごく忙しいけど、ちょうど出来上がりの時間がコントロールができました、みたいな、その、 プロジェクト構成能力の成功したみたいな、っていう楽しさみたいので、ちょこちょこね、喜べるポイントがあるんですよ。で、そのなんかあの、カレー作りすぎても次の日にすると結構美味しいみたいになったりするので、あのね、割とそのプログラム好きな人とね、料理好きはね、結構被るんですよね。その自分が、そのあの、まあ、料理ってその感覚でやる人多いと思うんですけど、料理って実はあの、科学なんですよね。いはその、あの、まあ、僕、その肉を焼くときとかも、その低温料理でその、 えっと60度以上になるとタンパク質軽く、あの、硬くなるよね、みたいな話をちょこちょこしてると思うんですけど、なので実はその科学なので、同じ条件でやると同じ状況が再現できるんですよ。 なので、前回そのフライパン熱くしすぎたから、あんまり美味しくなかったから、今回はちょっと温度を下げてみようとか、その試行錯誤をすることによって、あの、全く同じ状況をちょっと変えるとか、じゃあ、うまくいったやつを全く同じ状況でやってみようで、おーできたとか、で、なんか変わった時は、これは湿度なのかとか、そう、食べ物の質なのかとかで、ちょこちょこその変化を自分でコントロールすることによる楽しさみたいなので、 料理に時間をける人いるらしい。あの、時間かけてないです。あの、僕、基本パスタのた作るときは、あの、市販のソースを使います。市販のソースに、あの、な、その野菜だったりとかを混ぜるんですよね。例えば、あの、いいステーキの肉を買ってきたときに、脂身の部分を残しておいて、で、あの、市販の、その、あの、ミートソーススパゲティに、あの、いい肉の脂身を入れると、あの、めちゃめちゃ風味が良くなるんですよ。その脂身の、その、いい肉の脂身の味とか、匂いが つくのでなので、あの、た、たかが市販の、そのミートソーススパゲティが、なんか、高級なミートソーススパゲティの味の感じになるんですよ。で、その脂身に肉とか多少入ってると、その、あの、肉率もちょっと上がるので、割といい肉が入ってるミートソーススパゲティになるので、結構美味しいみたいなのがあったりして、なので、あの、その、あの、時短で美味しいと、すごい買った感するんだよね。こう、さっさっとやって作ったけど、めちゃくちゃ美味しいとかだと、あなんかすごいいいことしたみたいな、なんか達成感とか。 あの、なんか、勝利感みたいなのが得られるので。なので、暇な人は、あの、料理とかに凝ってみるといいんじゃないかなと思います。なので、あの、そうめんとか茹でるだけでも、そのそうめん茹でて食べるときに、あの、ごま油をちょっと入れるとか、そう、なんか、あの、ごまをちょっとかけるとかっていう、なんか、一手間かけるだけで、なんか味が変わったりすると、あ、この一手間分は結構得したな、みたいな。で、この一手間いらねえな、みたいなのもあったりするので。なので、そういう、こう、あの、なんか、いろいろ試行錯誤をすると楽しいんじゃないかなと思います。はい。 かけてもいいですけど、チャンネル登録した方がいいです。